はい、ヤンゴー皆さん元気ですか？平塚智恵です。そして椅子に座ると貫禄があります、ドミちゃんです。ドミー。はい、ということで本日8月31日はですね、なんとこのドミちゃんの誕生日になります。おめでとうおめでとうおめでとう。ドミちゃんをお家に迎え入れたのが確かいつだ、5月とかで、あの時が6歳か6歳じゃないね、退化したね、それやったらね、6ヶ月やったから、そう考えたらさ、もう6ヶ月半年も経ったってことよな。月の流れが早いね。ということで本日はドミちゃんのね、1歳の誕生日お祝いしていきたいと思います。本日の動画は2段構成でいきたいと思いまして、まず1個目が僕の友人からドミちゃんへのプレゼントをいただいたので、それをまず紹介していくと。で、2つ目がメインになるんですけど、僕からね、ドミちゃんへ誕生日ケーキを今回買いましたんで、さすがにね、さすがに作ってないけどね、来年は作ろうかな。いや自信ないな、さすがに猫のケーキは。はい、ドミちゃんのためにね、ケーキを用意したんで、それをね、あげていこうと思います。ということで、じゃあ本題に入っていきましょう。レッツゴー。僕のご友人からドミちゃんへの誕生日プレゼントいただきまして、もうそれ組み立ててはあるんだけど、ちょっとそれをね、お見せしたいと思います。じゃじゃーん、ドミの秘密基地できました。こちら失礼します。失礼しました。いいよね、見て、中もさ、すごいこうモフモフしてて、完全にね、ドミちゃんのお家みたいになってますよ。ドミもう一回入ってよ、もう一回入って。ドミ、あ、紹介してくれるってこと？どうやらドミちゃんが紹介してくるらしい。まあ、やっぱせっかくの、こう、バカンスじゃん、これ。ね、避暑地っぽいでしょ？このバカンス気分を、ドミにやっぱ最大限に楽しんでもらいたい。ってことで、買ってきました。やっぱバカンスにはさ、やっぱサングラスよね。うん。もうすごいね。やっぱサングラス、お前やっぱサングラスが欲しかったな。そういうことな。これをかけて、ドミにね、しっかりバカンス気分をね、味わってもらおうと思います。うん。これ、グッチとか、ルイ・ヴィトンとか、いや違う、ルイ・ヴィトンに、勝らずしも劣らないレベルのおしゃれさをしとる。最近、両手で叩くの上手くなったね、あんたね。ここでいいか。かわいいね、あんた。リュックサックみたい。かわいいね。この感じだとさ、全然なんか、あれだよね。あの、リュックサックとかさ、ドミに絡わしても全然いけそうよね。いや、おしゃれ男子は、やっぱり、ここにつけるんで。うん。おしゃれ男子は、やっぱり、この首の後ろ、頭の後ろにつけますんで。ドミつけてよ。これ食いもんじゃありません。違う違う。あ、いいね。それがいいよ。もうこれでさ、遠近法でかけさせよ。どう？あ、いいじゃん、今のは。これでいいじゃん。どう？おしゃれじゃない？うん。あれ？友達のからもらった誕生日プレゼントを紹介して、あれ？自分のやつどうしたって思ったそこの皆さん。Amazon で注文したんですけど、誕生日までに間に合わなかったんで、後日また別の動画を撮ります。許して、本当に許して、うん。じゃあ、ドミちゃん、1歳の誕生日ケーキ、あげていきましょう。レッツゴー！ Happy birthday to you! Happy birthday to you!Happy birthday, dear Domi.
Happy birthday to you. おめでとう、ドミちゃん。ナンバーワンケーキですよ。じゃあ揚げていきましょう。ドミちゃん、誕生日ケーキです。どうぞ。でも食べるべきはさ、このハッピーバースデーの紙じゃないよ。違う。やばいやばい。ちょっとこれ違いますよ。見て、これもお友達からいただきました。ドミちゃん1歳クリアスタンドです。かわいい。めちゃくちゃつけるやんけ。これね、豆乳の生クリームと、で上がイチゴやね。で、これがかぼちゃの種ですね。はい、舐めて。ドミ、ドミ。うん。あ、うまっ。めちゃくちゃ美味しい。ドミ、ドミ、だいぶ満足するまでが早かったな。まあ、また残った分はこれ冷凍ケーキなんで、また後日ね、ドミちゃんにあげたいと思います。でもね、最後ねちょっと食べてくれたんで、まあ、食べてくれるとね信じてね、残りもねあげようと思います。そんな下なめずりするほど食べてないよね。はい、ということでね、本日はドミちゃんの1歳の誕生日をね、お祝いしてきました。ケーキ美味しかった？ケーキ美味しかったですか？次回は僕の誕生日プレゼント、まあそんな大それたものじゃないんですけど、本当に大それたものじゃないんですけど、次回はね、俺からの誕生日プレゼントの動画を上げたいと思いますんで、よかったらね、ぜひともそちらもね、見ていただけると幸いです。じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。痛いです。